リニアのトンネル工事をめぐり南アルプスの生物への影響を議論する国の有識者会議は先月報告書を取りまとめ国交省に提出しています。この報告書について大井川流域の10の市町の市長たちが今日会議の座長と意見を交換し国に JR 東海の監視や指導を責任を持って進めていくことを強く求めました。環境が本当に我々のこう予測した通りにならなかったときでそれに対して一旦止まるんですがそれに対してきちんとこうその情報が公開されてそれが委員会で話されて地域の人たちにこう伝わるようなそういう仕組みを全体として作っていかなくちゃいけない。しっかりと住民に理解いただけるようなご説明を重ねながらですね、工事の進捗の方も図っていけることが静岡県全体にとってもですね、なんていうんでしょうかね、静岡県にとっての利益になっていくのではないかなというようなことも考えていかなければいけない。また大井川流域市町との意見交換会に先立ち有識者会議の中村座長たちは静岡市の難波市長を訪れました。この中では生態系への影響の評価の方法などについて議論され生物一つ一つへの正確な予測が困難な中でどのように影響を推測し対策を取るべきか意見が交わされたということです。このシミュレーションは不確定性が極めていろんな不確定性高いのでそれを評価をしてその、分かりきらないところをどうやってその他の措置で補っていくのかということをこれから考えていく必要があると思っています。まずはしっかりモニタリングしてそのモニタリング結果を公開してで、社会に見える形でモニタリング委員会として、アドバイスをしていくで最終的にはそれが合意に結びついていくことを願っています。静岡市は今後報告書を踏まえて市の協議会で議論し適切な環境影響評価を進めていく方針です。